まあ、円の動きだけど体幹のここの、まあ、骨盤の円があってでそれから肩甲骨のこれ円があってこういうそれから、まあ、ちょっとこれ練習してみますはい、はい、以上ですすみませんありがとうございました先生もう一個ちょっと教えてもらいたいのがあってすみませんあのパワーもあって、はい、スタミナもあると思うんですけど、はい、なんですかこの自分で興奮しちゃって、はい、テンション上がってすぐ呼吸が乱れたりするんですよ、うん、そ気持ちを落ち着ける方法とか、うん、その気を落とす方法みたいなのは多分先生専門だと思うんで試合の時だと多分試合の時の運動だよねそうですね結構練習でも、うん、ちょっと強い人とやる時とかやっぱ呼吸がちょっと上がっちゃうんだよね高くなっちゃうんですよ、うん、だからけど結構冷静でやる時は結構強いんですよ、うん、なんかその辺をちょっとコントロール方法を息が上がるんであれば前置きしかないんで前置き超手っ取り早い話は、はい打撃総合の時に上がっちゃうの僕は熊沢さんみたいな組んでくるタイプとかがちょっとすごい苦手あ、はいはい、取られたらあ終わるみたいな感じになってしまって、はいはいはい、でそこでもう溺れた感じになるんですよ、はいはいはい、その先生特有のその落ち着けるその禅の部分があるじゃないですか、うん、それを試合中試合前でもいいんで、うん、先生結構その座禅を組んだりとか、はいはいはい、瞑想したりとかされてたんで、はいはいその時なんか落ち着ける方法とか試合と試合の間とか、試合の前の時に、呼吸法として4秒8秒の呼吸やるんですよ、うん、なんでかっていうと4秒8秒というのは8秒吐いてで4秒ってやると吸う息より吐く息が2倍以上になると、はい自律神経の副交感神経が優位になる、はい、落ち着くあ逆に今度アップしたい場合は5秒5秒って言って同じ秒数吐いて同じ秒数吸うことによって、自律神経の交感神経が優位になるっていうのはこれはもうエビデンスでも出てるんですけどもなのでちょっと今ここでじゃあ8秒吐いて、まあ、じゃあ試合前だとします、はいはい、試合前だとしまして今からリングがあって入場します、はいはい、その時に、8秒吐いて口からゆっくり吐いて、鼻から4秒吸ってくださいそして、はい、吸う時にお腹を膨らませてくださいでまず吐きます2、3、4、5、6はい吸って鼻からそう5、6はいもう一回口から吐きますで、鼻から4秒これを5回やってみる1分6回ねラスト2分、頑張れどうですかなんか落ち着きますね落ち着くでしょはい、はいで試合中も、はい、じゃあ例えば、まあ、組んで、ちょっといい、はい、組んで俺が倒せると思わないけど、ちょっと、なんだろう、じゃあちょっと組んでみましょう。はい、なんかちょっと、じゃあ組み分けましょう。はい、ありがとう。今ちょっと焦ってるでしょ、はい、この時に、はい、もう基本、片方を刺して、まあ、このまま今のさっきの呼吸やったら倒れちゃうんだけど、はいはい、これちょっとなんかタックル切って片方切ったりちょっとしてみてはい、はい、そう切りました、はい、で自分のこれなんだ半身になると安定するんですよ、はい、少し、はい、その時に一呼吸でもちょっと安全な姿勢になったら、はい何だ呼吸法で1回でもいいから上向いてこうそれでもう一回差し返したりするっていう本当はでこれ楕円形使うのはよく楕円形やるでしょこうやって、はい、でちょっと軽くスパリングで、はい、そうこうして例えば追い込むバン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 って追い込まないでしょ、はい、
追い込まれたりすると、じゃあ僕逆に追い込んでいってください。そう追い込んだら、これこの時焦っちゃうから、一回前切って、ここで構えておいて、うん、で、行くっていう、前を一回切って、リセット。リセット。そうすると、あの呼吸のリセットで気持ちがリセットされるんで、はい、今一回ちょっとやってみます。前ひそいで切るんですよ。はい、唾液が当たったらダメなんで、はい、当たらない距離で、こうやってあるでしょ。はい、でちょっとでは、このスピード感がね。これちょっと、ただまあ、つまり、前を切って、相手が来ても、そう前を保ちながら呼吸をして。吸収した落ち着くでしょ。はい、そうです。でしょ。これ自分の意思だと思います。っていうイメージで、試合中であれば。焦ったらなんか呼吸 しづらかったり、そう大体呼吸が上がると上がるんで、はい、まあ、下げてあげるというか、絶対こう壁際とか、ね、大事な、いや超大事ですよ、はい、あのよく、はい、KO されなくても自分の方がちょっと分が悪くなる時あるでしょ、はい、その時に前を切ってこれを使う、ああ、そうするとリセットされるから、はい、今リセットされるからもう一回行こうってなるじゃん、そうですね、それがね、はい、おかわりしなくて強くなんか蹴りがしない、僕のばっかり蹴り習いました、蹴りこそ習った方が、先生ちょっと、あ、蹴りちょっと一回、蹴りってただあんまりいじりたくないんですよ、今の練習量からやると違うんで、あんまりいじりたくないんですけど、じゃあ僕の蹴りを見て、じゃあまあ、僕も一応指導してるから、はい、僕の蹴りを見てどんな感じか違いをちょっと、入るだいぶ入りづらいから、蹴りづらい、はい、はい、僕身長低いんじゃない、すごかったな、忘れるかって、はい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 、ところが、はい、はい、すごい威力ですね、タックルにも簡単合わせるんですね、でも空気がめちゃ出てるから筋力使ってるわけじゃないって、あ、さっきの呼吸で合わせてるんです、あ、ちょっとやってみます、あ、はい、あの筋力使うと呼吸止めちゃうでしょ、はい、で唾液においても全部呼吸を使うんですよ、はい、じゃあこれも右ストレートと同じ理論なので、はい、蹴る前にやってみましょうか、はい、やばいやばい、おい、おお、ちょっともうちょっと早く、わかりますよ、シュシュシュッ、すごい、シュッ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 、いや、いいじゃん、違うですよ、なんか先に声出すと蹴りやすい、楽ですよ、はい、ありがとうございます、30年以上やってるけどさっき声出した方がいいですね、すごい、なんかやりやすい、で今のように気をつけてもらわなくて、いや、もらったらじゃあパンチしてもらって、あれだけだと呼吸がシッとかあーとか呼吸の時間が長いから、はい、まだ当たらないです、それもっと刻まないといけないです、呼吸の場合って、あそこまで大きな声やったら試合で当たらないでしょ、そうですね、練習用なんですよ、あ、練習では、あ、じゃあワンツー、ワンツー、はい、練習では、あっ、おお、あっ、あっってやるんですけど、でも試合ではどうするかって、やっぱり、はい、で4連打でいきます、はい、っていう感じ、顔面見続かれたトンってくるね基本だからさっきの練習用と試合用ちょっと違うでしょ、そうですね、でも練習用である程度呼吸を練習しておくと、この試合用の方がもうサイレンサーつけたようなイメージだからね、銃でいると、はい、大畑先生毎月沖縄に来てくださってるみたいなので、電動化沖縄はないですかね、ないです、誰かよろしくお願いします。沖縄支部作って、あ、すごいですね。僕はちょっと修理商人系の方なんで。全道会からも総合の選手結構。今、ライジン選手5人ですよね。まあ、有名な2人と、
あとは女子選手ですね、石岡と杉山選手が僕の弟子だったんで。あ、そうなんですか。あとは今の伊藤空也。あ、はいはいはい、これ少年部からやってる。あ、へえ、名門ですね。気持ちが強い選手って印象が強いですね。これ練習普段素手でやるんですか。いや、みんなは多分これです。僕はもうやっぱ空手だから素手だし、なんで素手でやってるかっていうと、はい、これ、まあ、空手素手でしょ、はい、それで、まあ、僕たちの言うと素手で倒せなかったら意味ないじゃんっていう。普段グローブつけてないじゃん。はい、でなんで素手で倒せるかって、ここ、まあ、力まなくて勝手にこうやって角度が合うだろう。倒すときにインパクトが90度になればいいんで、うん、こうするとなんか勝手に角度が合う、はい、それ先生、それ殴りながら出てる人の言葉ですよ。そうですね。うん、ここなんかちょっと、まあ、頼まれいかないけど、ちょっと柔らかくしとくとなるし、で、あとはそれこそ、まあ、武道だったらみんなそうだけど、円の動きだけど、体幹のここの、まあ、骨盤の円があって、骨盤の円があって、それから肩甲骨のこれ円があって、こういう、それから、まあ、肩も円だし、ここも円だし、最後に拳もあるから全部が円になるんで、もうここは体幹でこう、とこういう感じで打ってるんで、まあまあ、あんま大げさに言ってるけど、もう体の骨盤の中の話だから、だからそんなに移動がなくてもできるっていう。今体重何キロぐらいですか。体重僕69。あ、70以下なのにこんないるか。現役の時はもっと62.5とか。あ、そうなんですね。先生ありがとうございます。ありがとうございます。急な振り名前。申し訳ないです。すみません、急に。やってもらってありがとうございます。シロップのチャンネルなので、シロップ締めてください、真ん中で。すいません、今日はちょっといきなりなんですけど、全道会流の打撃、教えていただきました。すみません、ありがとうございました。はい、またこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、失礼いたします。ありがとうございました。OK です。